で、今回は、なんと、相手の匂いを一瞬嗅ぐだけで、相手の性格のですね、一部分を人間が感じ取ることができる。つまり、皆さんの体臭で、皆さんの本当の性格が相手にバレている可能性があるよ、という研究を今日はご紹介したいと思います。今回の研究はですね、2011年に行われた実験をベースにしたものです。ブロツバフ大学ってですね、大学がありまして、この大学が、行った研究です。60人の人たちに T シャツをですね、3日間着てもらって、匂いをつけた状態で、この T シャツの匂いをですね、また別で用意した人たちに嗅いでもらって、その持ち主の性格に関して、レポートすると、調べるということが、この実験では行われました。で、この結果ですね、何が分かったかっていうと、多くの人は、単なる偶然を上回る確率でですね、3つの、相手の性格っていうのをですね、見抜けることが明らかになりました。具体的に言うと、一番バレやすかったのは、外向性です。外向的な人ってですね、内向的な人に比べて、どうやら匂いが全然違うらしいんですよね。なんかよくオタクっぽい香りなんていう風にですね、称されることもありますが、やっぱり内向的な人ってね、外向的な人に比べて香りが違うらしいんですよ。で、これが最もですね、相手にバレやすかった、香りなんですよね。二つ目はですね、メンタルの弱さです。で、これも外向性とほぼ同じぐらい、バレやすかったそうなんですが、このメンタルのですね、弱さっていうのも、相手にはですね、バレやすかったそうなんですよね。面白いですよね。そして三つ目がですね、支配性です。で、支配性って言うと分かりづらいと思うんですけど、男性っぽい感じ、競争心が強かったりとか、他人を支配したりとか、権力とかをどれぐらい求めるかみたいなこと、支配性ですね。まあ、男っぽい、性格かどうかってことですね。で、こういったものもやっぱり匂いで、分かる、体臭で分かるということが示唆されたんですよね。で、なんでこうなるかっていうと、研究チームこのように言ってます。まあ、外向性は置いておいて、支配性、例えば今言った支配性なんかの場合だったら、男性っぽい性格って言いましたけど、この支配的な性格を作るのって、テストステロン、男性ホルモンがこの性格を作ってるんですよ。で、おそらく女性とか、あるいはですね、女性以外のね、男性とか同性でもそうですけど、このテストステロンの匂いをですね、反映してるんじゃないのかと。つまり、テストステロンの分泌度が高い人っていうのは、特定の匂いを発していて、この匂いを人間は嗅ぎ分けられる可能性があるんですよね。すごいですよね。で、あとは、メンタルの弱さ。で、これもですね、実は、研究チームが曰く、神経症的傾向、このメンタルの弱さっていうのは、不安に反応して分泌されるフェロモンっていうのが、ありまして、で、これを反映している可能性が高いというふうに言ってるんですよね。だからそういう意味で言うと、結構ね、僕らって、大衆で、自分のメンタルの状態とか性格に関する情報を撒き散らしまくってるんですよね。だから、その、大衆のケアだったりだとか、まあ、その香水とか、そういったもそうと思うんですけど、そういったものにですね、気をつけてあげないと、自分の、外向的なのか内向的なのか、そしてメンタルが弱いのか強いのか、他人を支配した欲求があるのかないのか、この辺はですね、相手にバレる、可能性があるので、ぜひですね、そこら辺に注意して、相手の匂いを嗅いで、相手の性格を判断することをしてもいいし、逆にね、バレたくない場合はですね、自分の匂いを上手にマスキングするために、デオドラントに力を入れるというのがおすすめです。ぜひ参考にしてみてください。